まあ、ミリニャはねどっちかっていうと構えたくなる感じじゃん、うん、ミリニャって言うと、うん、ミリニャが何何って言うじゃん。で初めにね一回冷たくするの絶対ミリニャって、うん、私がねえねえミリニャミリニャって言うと、うん、何ちょっと痛い伸びる服とか言っときながら私がずっと見てると、うん、でめっちゃ可愛い顔してくる。もうそれが好き。めちゃめちゃわかる。すごいわかる。雨とムチがあるからいい。可愛いね。うん。すごい可愛い顔するの。2回目にね可愛い顔する。可愛いしてくれ。まあ、メンバーモノマネやってって。なんで昨日やったの何のモノマネでしょ。やって。そうそう私めちゃくちゃ爆笑したけど。普通に携帯中がいいよ。ひよりひよりういひよりあーひよりかわいいそういうとこも好き言うそれに対して私は舌打ちをするっていう。あ、分かった分かった分かったよって言ってするよりさん。何だろう。キアラちゃんだって。キアラちゃん。キアラちゃん。やばい難しい。キアラちゃん。難しくない。よりちゃん。こういうこと一緒にやろう。あかん。あのキアラちゃんに私この前怒られて、うん、よりちゃんは誰とでも仲良くするからダメだよって言われて。なんでダメなの。え、なんか違う、なんかそうなんていうの、たぶらかしてるみたいな、なんか。なんか、ヤオレちゃんは楽しなのってすごいあの純粋な目で可愛すぎるな。え、ヤオレちゃんって楽しなのってすごい純粋な目で言われたから、えどこでそんな言葉覚えたの、キアラちゃんってみんながツイッターとかに書くからそう、みんなが言うからそうやって面白すぎるって言われました、キアラちゃんには、うん、じゃあ、次ナータンが、うん、よりが静かな時のナータンのものですね。え、どういうこと？いくよ、うん、え、わかんない。静かにして、分かった、静かにしてくる。あ、するそう、ナータンってあの、なんだろう、私って結構さ結構すぐ気持ち沈んだりするじゃない、うん、で、そうするとなんかナータンは察してくれるのかわかんないけどなんか、かまってくれる。なんか、よりどうしたのみたいな、なんか来る来るよ、ね、クール、クールに来るのクールに来るクールに来るよね。そうなの、だからめっちゃわかる。ナータンさすがだなって思う。ポンポンってしてくる。その反面よりもメンバーが静かの時にポンポンってしてる、うん、する私。え、そんなにする。私わかんない。してる。本当に本当本当。そんな、そうだったかな。ガシ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 、くる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 。マイカちゃんの真似だって。マイカちゃんの真似難しい。マイカ、マイカですマイカってね、濃いキャラが。マイカですよ。マイカの真似ってなんだ。難しくない。ちょ、前髪だ、前髪だし。ちょ、前髪の字だから私。マイカ、これしか、ちょ、マイカ、なんだろマイカですよ。うん、なんとかじゃないって言うよね、でもこれ、これ僕のなんとかじゃないってあと、マイカはなんだっけ、それっていうか、それよりもさとか、なんか、そう、なんていうの、興味がない。他人の話に興味がないそんなことより、そんなことより下月俊よってめっちゃ言うなんとかよってめっちゃ言う。なんとかよ、何々よって言う。超言う。そんなことより下月俊よってとかね、超言う言うね。ひとみの笑い声とかめちゃめちゃ難しい。ひとみは、ね、私できるよ。ひとみはなんか初めは音ないの、うん、私たちにあっていうからのいきなり引き笑いでって入る。死ぬ。てん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 かーってくる。ひとみはその笑い方。やばいよこれ。やばいですよこれ。
面白い。諸橋さんはって。諸橋さん？諸橋さんはなんかすごい甘い感じの時とめちゃめちゃハイテンションの時の差がすごい。確かに確かにね。結構差あるよね。いやメンバー結構差あるけどね。サナの真似ってなんだろう。難しい難しいな。でもサナは瞬きが独特。やってみて。こうやってやる、なんかってやる。言いたいこと分かる。分かるかな。伝わった今の。伝わった。なんか瞬きが、ね、喋りながらこうやってあげるの、なんかなんとかでってやる。あ、分かる分かる。なんとかなんだよねってやる。すごい分かる。な、分かった？分かる。私は分かった。あ、分かるって分かる。分かる分かる。なんか分かるって。なんかそれなんかね好き。瞬きの仕方が好き。あと指差し方がこうこう、こうよりなんとかとこうだよねこうだよねってやる。こうやってやる。好き。これ好き。こうじゃないから好き。なんか優しい、なんか優しい、こんな感じが、優しい感じがある。何これ何これ。でもそれが好きなの。それが面白すぎてちょっとよく分かんなくなってきた。分かる人には分かるモノマネだよね。完全に身内モノマネすぎる。かかってこいや。かかって完全にかかってこいやだった。ふぅ。リサだった。リサは、うん、リサこれじゃん。もうなんとかやだやだやだ。なんとかやけん、なんとかやけんってやる。こうやってやる。あーもうまあーってこれやるとき絶対ちょっと上向いてあーってやるの。かわいい、かわいい。リーダーは面白い。リーダーリーダーリーダーなんだろう。リーダー何。リーダーあんなちゃんは、あんなちゃん、あんなちゃん、なんだろう。なんだろうな。あんな、なんだろう。あんなちゃん、なんだろう。私はね、あんなの歩き方好き。歩いてみて。無理だった。トン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 と歩く。いや、私があんなにカメラ向けると、絶対セクシーポーズするんだ。顔でね、訴えてくるの。どういうこと？こういう、こういう顔いつもしてくる。キミチー、キミチー。いつもあんちゃんはしてくるんですよ。面白い、それは。そうなの。そうね。あんちゃんセクシーポーズ。あと、あんの喋るときにうなずく。あ、なんとかやけん、なんとかだから、うん、なんとかよろしくねって、うん、こうやってやる。確かに、やるやるやる、うん、かわいい。いいね、いいですね。ねね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 ね似てる、似てるって。うんと、うん、リーダーの笑い方が好き。あ、わかるかも。かわいい。ミリニャの真似。ミリニャの真似これ。うーんってやる。あ、でミリニャでしょ。ミリニャの驚いた時の顔の真似。するするするでしょ。あとなんかあのわざとらしくそんなことないよっていう時に、え？一回目見開くの。え？ってやる。一回目、え？何？ってやる。わかるわかる。かわいいんだ、それが。許したくなっちゃうじゃん。かわいいんだ、かわいいんだ、かわいいんだ、それが。かわいいんだよ、かわいいんだよ。かわいいんだよ。ミリニャかわいすぎてヤバタミエミリ。流行ってるのかな、それ。流行語？流行語なん？流行語やな。はなちゃんがよりちゃんの、よりちゃんがはなちゃんの真似してたって。
じゃあいおりの喜怒哀楽。どういうこと？やってやっていいよいいよ、ほらやってみてよ。ほらやってよ。ちょっと無理だ。ちょっと無理だ。ちょめっちゃうるさい時のより。やばっ。やばだやばだ。ええ。え？マジこう。マジ。めちゃめちゃうるさい的なよりマジスコは言うマジスコは言うえ、はなちゃんのはなちゃんははなちゃんもまばたき多いのなんかえなになに超テンション低いじゃんあとはなちゃんのモノマネでしょすぐ歌を歌うトゥルッテゥルッテゥルッテゥ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 あ、それもいる。グッズやるすぐ。ああ、怖い。やる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 。怖いよ。もしかして歌うのってみんな。何？何やって？何やって？やりますよ。何やって？あのどどれ？ショコ。あ、ショコ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 。ショコはショコも指差しこうじゃない？わかるわかるわかる。え、なんとかでしょってやるショコは。あとなんだろう。なんだろう。ショコよりめっちゃショコがよく言うのは、うん、みんなメンバーのことよりのこと好きすぎじゃないってめっちゃ。え、そうなの？いい意味でね。そうなの？今それ初耳だったんだけど、ヨリさん。待って、なんで？え？あ、そうだったんですか？そう、ありがとう。チョコちゃん。なーにって言ってくる。チョコちゃん。